不安というのはですね、脳にとっては今とりあえずちょっと行動するのやめとこうかっていう、そういうシグナルなんですね。つまりなんか何か状況が分かんない時にやたらと行動するよりは、まあ極端な場合フリージングって言いますけども、何もしないでじっとしてる方が良かったりするわけなんですよね。ですから不安というのは今とりあえず何もしないでおこうという脳のその感情のシステムの判断となります。ところがですね、現代においては多分人工知能もそうですけど、不安を感じるようなところにこそチャンスがあるんですね。ですから現代人の脳にとってはその不安を感じるときでも、それを本当にその感情としては近くにある希望と結びつけていく。不安と希望は表裏一体なんで、ですから不確実なときでも何とかしてそれをポジティブな行動に結びつけていくと、不安をむしろ感じながら行動していくということがとても大事なことかなのかなと思います。この番組はエイブル、清水建設、JT の提供でお送りします。Imagination is more important than knowledge. はい。いや、まさかこんなところにこんな空間が広がってるなんて、すごいびっくりしました。アーティストの片山麻里です。アーティストになりたい君へというお話をします。うちの母とか祖母がお裁縫が好きで、いつでもこう何かを作ってるような家だったんですね。かなり生活の一部になっていて、4歳とか5歳ぐらいから彼女たちがやっている行為を見よう見まねで始めたっていう。でそれはずっと続けてきていたんですけど、一番最初のきっかけはミクシーとかマイスペースの頃の時代、自分でプログラミングを覚えてこうページを作って、自分の作ったものとか書いたものとかを写真に撮ったりデータでアップしているうちに、こうどうしたらもっと人に伝わるんだろう、どうやったら自分が作りたいものとか伝えたいことを伝えればいいんだろうって考え出したのは13歳あたりかなと。でその後16歳の時に若手の登竜門と言われていた群馬青年ビエナーレというコンペティションがあって、それで賞をいただいて、その時の審査員の方に、今日から君はアーティストだからねって、最初はすごく助けてもらいましたね。その言葉に、生活の中で呼吸をするように自然だったことを許されたような。自分が人とどう違うかっていうことを認識して、人にはない強みみたいなものを知ることも絶対重要ですし、それを考える前にとにかくたくさんインプットすること。でも現代アートって、現代に私たちが生きているから現代アートなわけだから、今をちゃんと生きること、それが重要かなと思うので、日々の生活で気になったり思ったことっていうのはなるべく書き留めたり残していこうっていうことをしたり、自然山とかに行ったらずっと木をずっと見てるとか、目の前にあるものをどう 100% 味わえるかみたいな、そこからじゃないかなって思いますね。作ることはみんな自由に好き勝手にやっていいと思うんですね。ただそれをアートにするかってなった時に、絶対他者が必要になってくる。自分の中で完結して自己満足とか趣味で作って、私はアーティストよっていうのは成立しなくて、やっぱ他者だったり社会だったり、そういう人たちがいてやっと初めてアートになるっていう存在だと思うから、変な話、媚びて人に褒められたり高いお金で買われたり、アートシーンで評価を得られるならばいいと思うんですよ、媚びても。けどやっぱアートってもう持久力なので、それをじゃああなた一生やってられるっていう話で、私はそれはやれない、やると多分病気になっちゃう、ストレスで私にしかできないこと、それを見出すって実はすっごい難しいと思うんですよ。作るしかない、作って、ああ私ってこうなんだなとか、
えば文章もたくさん書くとか、たくさん歌を歌うとか、なんかそういうふうに表現をたくさんしていかないと自分の輪郭って見えていかないので、でやっとそれで、ああ私とあなたってこんなにこう違うんだねって、そこがスタートだと思うんですね。で違うんだったら、もしかして寄せていこうって思ってもありだと思うんですよ。それはやっぱりマスに向けて伝わりやすくなるし、逆に尖りすぎると今度は伝わる人にしか伝わらなくなってしまうみたいな、そこのバランスはアーティストになる上ですごく重要かな。やっぱり行ったり来たりすること、私の場合は多分家の中ですごく細かい作業をする、お裁縫をしたり針と糸を使ったり絵を描いたり文章を描いたり考え事したりする、思ってることと外に出てプロジェクトをやって外に出ることのやっぱコントラストがあるので、その行ったり来たりなことが多分重要じゃないかなって。高橋先生は写真は昔はすごい好きだった、望遠でよく撮ってたけど、まあ、言ってましたね、望遠で撮る。クリエイタアとそのゆかいな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。今週のゲストは人工生命の研究者で東京大学教授の池上隆さんです。よろしくお願いします。そして今回も池上さんの愉快なお仲間がいらっしゃいました、写真家の新坪健秀さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お二人長いですよね、はい、長いですね。そうですね。きっかけは、うん、渋谷さんという音楽家の方をお介して。うーん、そうですよね。そうです。昔新坪さんのやった写真教室っていうのに参加したことがあって、すごい難しいなと思って、新坪さんがこう、これはどれがいい写真でどれが悪い写真かっていうのが、これはいいねって言って、そうかなって、どういう感じで選ぶんですか。いいか悪いかっていうのは、撮った人の作為とか意図の範囲の中に収まっちゃってる写真はいいっていうのやめようと思って、うん、本人も見てる自分たちも何だろうこれっていうのをこう選んだけど。なるほどね。そう、新坪健秀さんは東京芸大大学院美術研究科修了、映像制作をきっかけに独学で写真を習得、国内外のさまざまな場所で写真撮影を手掛け、その対象は著名人、文化人のポートレートから風景、建築写真などまで広範囲。池上隆氏との共作ラジットタイムスケープをはじめ数多くの写真集を出し、今年の春には水間アートギャラリーで綺麗入りそうなほど細かくて微妙なを開催。目に見えないものを写し取るような透明感のある独特の写真が多くの支持を得る2000年代の最注目の写真家の一人です。この5月まで個展をされてたんですね。はいはい、そうですね。タイトルも結構特徴的と言いますか。タイトルはその自分でこう考えてたことをチャット GPT にこう投げかけて、これチャット GPT で作ったの。そうそう、面白い。皆さん、シュタイナー、うん、かるでしょう。ルドルフ・シュタイナーっていう人がいて、その人が書いたエッセイの中に植物の種をこうじーっと見ていて、そうするとこうそこから発芽して花が実って今度木になっていく、そういう様を想像させるこうエクササイズが、写真撮ったり絵を描いていく時の作業ってちょっと似てるので、いくつかそういったものをこう投げかけて、どう思うとか、こうそれをこうどんどんこう対象を入れ替えて話していく中で、この言葉がこうスルッと出てきて、うん、それってこう種がこう成長していく過程、はい、と写真ってこう瞬間を切り取る、瞬間を切り取ると思うけど、はい、その前にはこう心の中のこういろんなイメージとか、うん、なんとなくこう不定型なこう感覚の塊みたいなのがあって、うん、それをこう探りながら撮影対象にそれを託していくようなところがあるんですよね。じゃあ近いというか同じなんですね、うん、なんかちょっとそれは通じてるなというのは思いました。これは
焚き火ですか？そうですね、これはあの諏訪にあの行ってきたんですけど、そこで焚き火をやってたのを見かけて、撮る時になんかすごい考えるわけじゃなくて、こう反射的にこれを撮ったんですよね。で帰ってきてこう撮ったものをこう見返していく中で、だんだん自分の中でこう引っかかってる画像がこう立ち上がってくるんですけど、どういうところがあれですか、心の中で成長していったというか、そのシュタイナー的に言うと。お、鋭いですね。これどういうところかっていうと、あの、まあ、後付けなんだけど、こう火になんで気になったのかなっていうと、こう物とこう心のこう、こういうこう触れるものとその心の中のこう触れないものだったり、あとこう目の前を流れてる時間と、そうじゃないもの、こう境目にあるような気がしたんです、自分は。火がこれあのすごく不思議な、あれ後ろは雪面、雪面ですよね。 で手前にこの火があって、あってそのしかも火をこの縦のなんか薪が、薪がこれがあの、ね、撮ってみたらこいつが浮いてるみたいにも見えるし、ポンとこう投げたようにも見えるし、なんかこう、まあ、なんでこれ撮っちゃったのかなっていうのはあんまりわからない画像が自分はこう好きなんですよね。ある意味なんとなく撮ったっていう、そうそう、でそのなんとなくは何だろうっていうのをこう何度も何度も、あの自問自答してこう選んでいく感じ。でも下手すると脳の無意識は瞬時に全てを掴んでる可能性ありますよね。そうですね、それでセレクトしてる可能性ありますね。そうですね、そう、これは水たまりですね。千葉のユーカリが丘っていうニュータウンがあるんですけど、そこをちょっと外に出るとあの普通の田園地帯が広がっていて、夕方こうこの水たまりに遭遇して、なんかこう穴の向こうになんか風景があるようで、ちょっと気持ち悪いなと思って撮ったんだけど、でもなんかこの作為的じゃない感じだとか、ね、こう衝動的になんとなく撮っちゃったみたいなのって、ね、まさにこう池上さんが、そうだね、うん、鋭いこと言うな。そうだよさっきからの、ね、テーマと結構変わってありますよね。これは長野県の山田牧場というところがあるんだけど、ここ初めて行ったのが2003年の10月の23日なんですけど、なんでかというと自分の子供が生まれる前に行ったのね。それで覚えてるんだけど、まあ、そこにこうちょうど13年後同じ日付の日にこう行って撮ってみた時にこう撮れたんですけど、ちょうどその年は昔行ったところを同じ日付でもう一回行ってみようっていうのを、まあ、作為といえばそのこう条件設定だけで、でそういう中でこう、まあ、皆さんがこれどう思うかわからないんだけど、まあ、自分の中ではちょっと今度撮った時にあのなんかこう今までと違うものがなんかこう映っちゃったなと思って、あの牛がちょんちょんちょん、そう、牛がいて、でなんかこう人間じゃないこう別のこう動物のこう体がこう点在してて、そこにこう自分の気持ちがいったからなのか、あの急にこう立ち込めてきた霧が良かったのか、まあ何でか分かんないんですけど、これは自分ではとても引っかかってまして、あのこれ僕写真って本当こういう芸術写真ってすごく不思議な感じするんですけど、僕だこのやっぱり新坪さんのこの写真はやっぱり2023の写真だなと思うんだよね。ありがとうございます。これ何なんですかね、そう、それってそれが何でかなっていうのをあのここ何年か考えていて、最近ねまた池上さんとこう話すことが増えてきたから、池上さんがここ数年考えてることとかこう聞いて、まあ、ちょっと膨らましてみたいなと思って、なんでこう気になるかっていうのは、確かにこうやって見た時だね、すごい今動揺してるなとか優しそうだけど違うなとか、あるよ。2017年に新坪さんと一緒にやった北アルプスの芸術祭で、ロンググッドバイっていうタイトルで、うちの会社が死んだばっかで、そうでしたね、食堂だった廃屋があるんですよ。でそこの地下に、そこに塩を 1.5 トン入れて、まあ、夏のあのやつだったんだけど、雪の上を歩いてるのとかして、最初氷室を作ろうって言って調べたんですよね、うん、そうそう、でそこにプロジェクションを仕掛けて、で何を写すかっていうことだったんだけど、その時に新坪さんが峠の上からね、そう写真を望遠鏡で、ま、望遠で10円ガジャンって入れると、そこに iPhone つけて大町市全体をこう
撮った映像があって面白い、それを写したんだけど、はい、あ、新潮さんの写真やっぱすごいなと思った。すごい泣けてきて、これなんか死んだ時にこういうような感じなのかなっていうような写真で、その大町氏っていうのが義理の父親の郷里で、その父親がその数年前にやはり亡くなっていて、まあ、自分はちょっとそういうことを考えながらこう、誰かが見てる風景ではないような風景なんですよ。なんか view from nowhere っていう感じで、どっからでもない眺めをだからこそ、なんかそのちょっと向こうの世界とつながってるような感じとかがしたりして、その時の感じが今でもすごく覚えてる。なんかさ、今あのそれこそダリ2とかステーブルディフュージョンとか、うんうん、プロンプトエンジニアリングで画像が出る。だからなんか写真ってもともとコンセプチュアルアート的ところがあって、うん、だからなんかフォトグラファーってちょっとコンセプトワークのところでなんかやってんだろうなって感じいつもしてるんですよね。なんかあの写真が出てきて、その絵画をやってた人が絵画ってなんだろうってこうかなりこう真剣にこう問い直したと思うんですけど、今この写真をやってる人は自分がイメージを扱うってどういうことなのかなっていうのは前よりは考えてるのかもしれないですね。それで言うとすごく私も印象に残った撮影があって、13歳の頃からモデルをしてるんですけど、うん、あ、そうなんですね。その頃からお世話になってたカメラマンの方に、うん、自分でこうカメラマンさんとかスタッフさん選んで写真撮っていいよっていう企画があった時にこの方にお願いしたいって言って、この方がどう私を撮ってくださるかお願いしたいって言った時にフィルムで暗くして結構長めに開けとくから、それで君が僕と会ってなかった何年間がどう過ごしてきたかここに映るはずだからって言われて、すごくへーって思ってすごい不思議な気分になった撮影があったんですよね。撮影ですね、いい撮影でした。すごくその多分30秒ぐらい開けてたのかな、うんうんうん、1時間ぐらいに感じましたね。なんかあいらの表紙坂田さんの時に撮ってもらったりとか、はいはい、でもその時に思うのは、うん、別に見返さないんだよね。写真家と向き合ってる時間ってそれで完結してるっていうか、なんか不思議な感じで、で、あのなんか昔フランスに目が見えないカメラ写真家がいて撮るんだけど人物を、その写真家にとってはシャッターを押した瞬間にもう終わってるっていうか、だって現像して見ないんだから、だって写真撮るってなんか何なんですか、その、まあ、結構撮るまでの時間 と、うん、と撮ってこうそれを見返す時間がこう全体な感じがする、うんうん、きっとそうなんですよ。写真家側からするとそうなのだろうな。なんか新坪さんのあの人物写真の透明感っていうか、特に女性で撮った時のあのふわーなんていうのかな、あんな感じってどっか開くんですか。あれはですね、秘伝があるんですけど言えないんだよね。あ、まあそうね飲み会だったら言えるけどね、こうあの技法的なことじゃなくてこう意識の持ってき方の秘密があって、それだと思う。え、そうなんですか。そう、うん、それはそれすごい話だと思う。それは俺発見したんだよね、それを使ってんだよね。え、そうするとああいう感じの写真なの。そう、トーンとかじゃないの。だからさっき言ったそのそれは30秒でしょ、それをその一瞬で擬似的にこうやるやり方が ある時見つけたんだよね。あと誰かを撮ってすごくいいのが撮れてもう一回と思うと撮れないの、なんか不思議で、いや本当になんかそれは撮られる側も感じてて、まあ対人物ですけど、うん、カメラマンさんとのこう関係性とかもあるじゃないですか、うん、ありますね。久しぶりに会った時のその感じの写真がすごい良かったりとか、うん、初めましてはうんって感じでも2個目3個目が一番良くて、慣れてきた頃にはなんか見つからなくなってるみたいなのとかも、そうなんだよ、すごい面白い、今日面白い、そうありますよね。だからなんかその感じはすごく、あと、あ、この人今すごい運がいいんだなとか、あ、分かります、分かる。なんかだから こうやって見た時だね、すごい今動揺してるなとか、あ、優しそうだけど違うなとか、あるよ、これ面白いね。それってファインダーの中見た時に分かるんですか。結構そうですね、すごい集中して見てると思うんですよね、うん、その、うん、でも考えてみると確かに写真ってこのファインここの中に起こってることが全てなのに、どうしても我々こっち見ちゃうんだけど、本当はここだけ見てないんだよね。おっしゃる通り、そうです。森さんさすがです、ね、いやいやいや、まあ、このフレームもあるけど、こうやって今日はこの座組もちょっとフレームっぽいっていうか、うん、そこで場所を作って起きた偶然をもうスパッとこう撮んないといけないっていうか、うん、あ、でもこれは許
今日池上さんに話したかったんですけど、その展覧会で出した一番重要な作品っていうのは何かというと、うん、準備期間中にこう30年前に撮ったけど現像してなかったフィルムがごそっと出てきたんですよ。1993年とか日付が書いてあるの、あと大野和夫って書いてあるの、すごいね。そう、何にもこう外側に書いてない謎のフィルムがあって、うん、でそれを現像しようかなと思ったんだけどやめたんです。それで、うん、そこに絵を描いたの。その中に何入ってんのかなっていう、30年前の忘れてるものを絵を描いたんです。それは写真ではないんだけど、なんかこうここ数年考えてたものがスルッと結実したような感じがします。でもその写真っていうのはさっき萌さんが言ってたような目の見えない人が写真、撮った写真にまあちょっと近いようなものがあるかもしれない、うんうん、物の中にこう時間が滞留してるような、うんね、なんかすごくこう自分はそれが出てきた時に感動したんですよね、うん、それはだから前もさっき言ってたロングタイムグッバイの写真にちょっと通じるものがあって、うんはい、撮った人が誰から眺めこうもわからないような写真ってのがあるわけだね。ということで今回は新坪さんにお話を伺いました。最後にですね、私と視聴者の皆さんに課題をいただけないですか。課題はこれはもう自分がやってとても良かったことなんですけど、自分にとってのこう心に残ってる場所にもう一回赴いてみることを勧めます。ちっちゃい頃思い出というか記憶に残ってるところを再訪してみるとちょっとこう広がるっていうか。それいいね。どこ行く？私はお家の、最近も行かなくなっちゃったおじいちゃんとよく行ってた裏山の、私がプリン石って呼んでる石が並んでるとこがあるんですけど、京都で、京都で、今パッと思い出した。池上先生はどこに？まあ、その出身長野県上諏訪だけど、霧ヶ峰ってこの間火事になっちゃったけど、霧ヶ峰 の、うん、の土は黒いんですよ、うん、まあ、その風景と匂いを嗅ぎたいなって。あ、いいですね、今思いましたけど、ね、なるほど。俺はじゃあうちの母親は九州出身ですけど、彦山っていう山に小学校の時に登ったんですから、はい、彦山にまた登ってみようかな。ということでそれぞれなんか裁縫の場所が決まりました ね、はい、ね、いい課題をいただきましたね。皆さんもぜひあのちょっと思い返して行ってみてください、はい、ということで新坪さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。クリエイティブは企業で社会課題に挑みたい、俯瞰して物事を見る意味ということで、プロマージャン師になりたい君へということで、物の価値って何。この番組はエイブル、清水建設、JT の提供でお送りしました。